ストーリーズ1から2で消えた要素。こんにちは、今回はストーリーズ1からストーリーズ2で消えた要素を紹介しようと思います。オトモンの属性変更。前作では伝承の技を使ってオトモンの属性を変えれましたが、本作では廃止されました。オトモンの色や絆技の演出が変わったりするので廃止を惜しむ声があります。正直元の属性を強めた方が強かったので俺はほとんど使いませんでしたが、除外は残してほしかったですね。オンラインの対戦のランク。前作ではオンライン対戦にポケモンみたいにランクがありましたが、本作では廃止されています。このゲームの対戦はあまり人気がなかったですが、ランクマッチなくなったことを惜しむ声もあります。他前作には様々な対戦ルールがありましたが、これもほとんどなくなっており、対戦限定の報酬もなくなっています。ちなみにアンドロイド版ストーリーズの対戦は現在サービス終了しています。すれ違い通信。前作ではすれ違い通信がありましたが、ハードがスイッチになったのでなくなりました。郵便屋さんも同時にリストラされました。いかがでしたでしょうか。まだまだ2でなくなった要素は多いので、この動画が好評なら第2弾も作りたいと思います。